くだらないプライドをなくすにはどうしたらいい、とりあえずうんこでも食ってみればいいんじゃないですか。フェミニストってなんでみんな頭が悪いの、頭のいいフェミニストも多分いると思うのですよあ、でもろくでなし子さんとか全然面白いですよ。独自の価値観持ってますけど、別に頭悪いとは思わないですね。頭の悪い人ほど目立つんですよ。だって頭が悪いから僕がたまたまツイッターで噛みついた人がいるんですけど、そのなんか人の意見の価値はね、なんか収入で決まるみたいなことを書いていらっしゃったフェミニストでベジタリアンの方がいらっしゃったんで、そのなんかビジネスインサイダーの記者の方だったんですけど、その記者の方の年収ぐらい僕月収で稼いでますよみたいなこう嫌味を言ってみたんですけど、僕は自分の年収いくらとかって言わないんですよ。自分から言うことってほぼないんですよ。でもその嫌がらせをするためだったら言うっていう、この性格の悪さが自分自身大好きなんですけど、はい。とはいえ、その要はなんかその年収マウンティングみたいなことをするのって頭が悪いじゃないですか。で、頭が悪いから目立つわけで、なんでそのフェミニストが目立つわけではなく、頭が悪い人が目立つんですよ。で、頭が悪い人ってその特殊な考えをするから頭が悪いんですよね。で、特殊な考えをする人で、その合理的に物事を説明できる人って、その自分に肩書きをつけないんですよね。僕その男女平等主義者だと思うんですよ。基本的には平等である方がいいよねっていうのがあるので、なのでそのなんか男性優位的なのがこう来てる時ってそれってどうなのっていうし、その女性の権利優遇しすぎみたいな話があったらそれってどうなのっていうと思うんですけど、でも僕プロフィールに男女平等主義者とか書かないんですよ、恥ずかしいから男女平等主義者の西村秀之ですって自己紹介してくるやついたらちょっと頭おかしいと思うじゃないですか。保守本流西村秀之ですとか、なんか右翼西村秀之ですとか、なんか左翼西村秀之ですとか、そのなんか自分の自己紹介の時の肩書きにそのなんか思想的なものをつける人って基本みんなバカだと思うんですよ。いないでしょ。そのだからその自分の自己紹介にその肩書きをつける人って、だからそれをやってる時点で大体頭がおかしいんですよ。その思想を肩書きにする人って、フェミニストって自分からプロフィールに書いてる人はそういう確率が高いんじゃないかなと思うんですよね。だから僕はその彼女に唾吐きかけたのも男女平等主義なんで、男の人に唾を吐くし、女の人も唾を吐くって、本当にすいませんでした。